もおいそれとは落ちませぬぞ。新城は小さな城、しかも市中にあるも同じ。たかが10日、かまうまい。孫子も言っておるぞ。戦わずして勝つは善の中の善なりとな。大夫、我が軍は長いこと新城を囲んでおりました上に、炎天続きで将兵に病人が多い。これ以上戦を延ばせば兵糧も足りなくなり、士気も乱れてしまいますぞ。将軍は重い病ゆえ天幕に戻られるがよい。大夫、私の病より義を討つのが大事ですぞ。この帝方に城を攻めさせてくだされ。もう決めたこと、これ以上言うものは切る。大夫、大夫。急げ、早く早く早くしろ。急げ急げ、早く運び上げるんだ。急げ急げ、早くしろ。ぐずぐずするな。大夫、敵は城壁の修理を終え、趙徳がわめいております。何と言っておる。それが城にはまだ半年分の兵糧がある。それがその、申せ。降伏など誰がするかと。ふん、趙徳めがわしを騙しおったな。かの使者の首をはねよ。よいか、城を攻めろ。待て、誰だ止めるのは。大夫、大夫、毎日炎天が続き、将兵の多くは病にかかっており、士気も落ちた今城攻めは無理です。一度国に戻り、改めて北伐の策を練るべきです。病の兵ばかりで、これ以上戦は無理です。大夫。大夫。天将軍の病は重い、養生のため国へ帰せ。それ陣太鼓。諸葛閣はおごり高ぶり、帝方の涙ながらのいさめも無視して独断で事を運んだので、新城の一戦は五の惨敗に終わった。これを恥じた諸葛閣は非難を恐れ、その責任を配下の者に押し付け、罪の軽い者は流刑に、重い者は打ち首にした。そして近衛軍を統率していた孫俊に代わり、自分の腹心の者を据えた。いざまずけ。首をはねよ。将軍の近衛軍はすでに大夫に奪われ、我らの生死のほどはこれからは奴の思いのまま。諸葛閣は大臣を殺し、反逆の心を抱いている。兄上は天使とはゆかりのみ、なぜ奴を殺されぬ。これから散雷して上奏いたそう。
諸葛閣が殺されて間もなく孫春が病死し、その後いとこの孫珍が政権を握った。そして後の太平三年、西暦258年、孫珍は五州孫領を廃して孫権の第六子孫久を帝に立て、その年